はい、どうも、ちーです。皆さん、久々の配信です。どうも。まあ、ちょっと T 山とも喋って、この間決めたんですけど、楽しい配信しようっていうことで、まあ楽しい配信をしていきたいんですけど、やっぱりそうですね。まあ、アウトローとか卒業ですね、まあ、そういう話も踏まえつついろいろあるんですけど、まあ頑張ってやっていきたいなと思いますけど、難しいことも多々ありますけど、どうやって面白くやっていこうかなと、ティアムとこまで喋って、いろいろ話題あるじゃんみたいな感じで言ってて、俺なんかね、しかわからない話題があるってことで、だからそういうのを楽しく、面白く、詳しくちょっとやっていきたいなと思ってます。ちょっと頑張ってやっていかないとなと思ってますんで、皆さんも協力の方でよろしくお願いします。企画を練ってて、2度3度ってやっててみたいな感じです、面白おかしくできたなと思います、そうですよね。ではやっていきたいと思います。面白おかしくと、とりあえず T 山とコラボしていきたいんですけど、 T 山も T 山でちょっと忙しい人間なんで、まあ楽しくできればなと思ってます。俺なんかにしかない話題があるじゃんつって T 山が言ってくれて、それで面白おかしくやっていこうよということなんで、ティアマはティアマで腕相撲の企画があって、それでやっていってるみたいですね。マジ強いんで面白いんじゃないかなと思ってます、面白い方向性でいくと思います。楽しいことを考えてるんで、皆さん、T 山と俺に、こういう企画やった方がいいんじゃないのっていうことを、教えてください。もしよければやりますんで、ですね。でも今日一日寝てましたね、疲れちゃって、一日腐ったように寝てました、でさっきケンジと買い物行ってきてみたいな感じですね、それで行ってきたんですけど、100均ですね。100均ってバカにできないですね。でもいろんなもの揃いますね、100均行くと。まあいいなって、進んでるなって今の100均と思って、いるんですが、今日ちょっと100均行って
ちょっといろいろ何があるかっていうのをちょっと調査したんですけど、結構おいしいもん置いてありません、ね、安く置いてありません、ね、そう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 、あれね、百郎行ったんですけど、まあいろんなの置いてありましたね。それ考えるとでも気にないんですけど、ケンジと一緒に選んで飯買ってきましたね。そういうのは面白いですよね。そういうのもやるし、やってきないなと思ってます。あ、そう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 。近くにマックとあれがあるんですけど、モスが捨てがたいですね。ちょっと明日か明後日ぐらいちょっと検証しておこうかなと思ってます。モスもうまいですよね。何好きですか皆さん。モスと、モスと、マックだったら何が好きですか。自分はビッグマックですね。マックだったら。で、あれですね。モスだったらフィッシュバーガーですね。もうこれは定番ですね。はい。あと、ちょろちょろ買ってって感じですかね。あとは、ポテト、あれなんですよ。あれに挟むとうまいっす。フィッシュバーガーに挟むとポテト、今度皆さんやってみてください。ほんとうまいっすよ、結構こだわり持って食ってるんで、美味しいですよ。絶対食った方がいいと思います。じゃあそういうわけで雑談話でした。どうも。それでは皆さんまた失礼します。